なんかごめんね、急に来ちゃって。あ、いや、全然大丈夫です。なんかもう明日のさ、レポートがどうしてもね、分かんなくて、見せてほしいなと思って。あ、でもそれ明日大学で見せればいい。今日じゃないとダメなの。恥ずかしい、照れてる。っていうかさ、マリちゃん全然男慣れしてないでしょ。あ、なんか私変ですか。いやいや、だってさ、こんな急に来てさ、普通男あげちゃダメで。あー、ごめんなさい。うん、だって何するか分かんないよ。はい。めちゃくちゃウブ。っていうかさ、彼氏いる？いないです。まあいないよね。いたことない。マジで？ピュア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 。そんなに多くはないです。てか遊んだ方がいいよ、もっと。いや、俺らだって20代じゃん。ね、20代ってもうね、すごいのよ、速さが。そうですね。いや、なんかさ、大学でもずっと一人でいいんじゃん。だって、未だにね、あの、可愛いクマさんの弁当箱みたいな。見たら、お前。中学生の頃から使ってるお気に入りの。いや、物持ちいい。お弁当箱で。田辺くんは女の子にモテそうですね。まあ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 ってところ。正直遊んでる。なんかもうポン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 って感じ。それは何か指からこぼれ落ちてるんですか。あ、わかんないか、この指さばき。俺指マジシャン田辺って言われてんのよ。指サックみたいですね。指マジシャン。私彼氏とかいたことないし、人とお付き合いする人の気持ちわかんなくて。まあでも別に遊びっていうか、でももっと遊んだ方がいいよ絶対。うん。でももう、20代ってもう、一瞬でこう過ぎ去っていくから、マジ遊んだ方がいい。あらら？あ、ごめんなさい。ごめんなさい。え？あの、そういうタイミングかなと思っちゃって。そう。私、そういう関係の男の子が今5人いて。5人。一応先日整理して。整理。15人から5人厳選して。選抜。うちの大学の中だったら龍二くんとか。え？健志郎くんとか。健ちゃん。あとは水道工事の田中さん。大人も。マナー講師の佐々木さん。いや、マナーどうなってんだよ。とか。化け物やん。なんかそういう風に見えないからみんなに驚かれるんですけど、いっぱいそういうことしてきてて、だから田辺くんも同類なんだって思って嬉しくなっちゃいました。田辺くんはどういう女の子と遊んでるんですか？え、俺は、女だね。じゃあ一緒ですね。え、じゃあ、ねえ、もう話早いじゃん、じゃあ。なんか遊んでるって言うとみんながそんなの良くないっていう風に頭ごなしに言われて、すごい気分悪いなって思ってたから。わかるわかる。田辺くんみたいな人に会えてよかったなって。話早い。マジシャンなんですよね。うん、試す。お願いしていいですか？嘘つきですね。